どうも、パチー TV のパチーです。横浜市大阪全部ダブル朝日くへはい、というわけで横浜市大阪全部ダブル第2弾朝日く編でございます。前回のポトガヤク編から約1ヶ月すっかり装いも秋に変わってですね、この秋晴れにね恵まれましたが、前回の動画でねちょっと気づいたんですけども、いきなりね坂を登り始めたんですけど、どこ登ってんねんって話なんで、軽く現在のね場所の説明をしてから登っていきたいなと思うんですけども、横浜市旭区はですね、前回ご紹介した保土ヶ谷区の北西側に位置する、まあ、横浜市のほぼ真ん中の方にある区で、横浜市の動物園のズーラシアですとか、神奈川県の、運転免許センターですかね、県の免許、まあ、試験を受けるところがある、神奈川県民からすると割とおなじみの二俣川という場所がある区もこの旭区なんですけども、もともとこの旭区は保土ヶ谷区の一部だったんですけれども、1972年かなに、分区して旭区として独立したという経緯を持っているので、まあ、割と保土ヶ谷区と近い地政学的特徴というべきでしょうか、まあ、割と似たような環境なので、まあ、リンクもしやすいですしね、まあ、あと相鉄線でつながっていたりとか、あと今音がしたんですけど、この上に今ちょうどいるんですけど、東海道新幹線が走っていたりとか、まあ、いろいろと交通の要衝としても知られている場所なんですけれども、まあ、今回旭区にも坂がねまたたくさん潜んでいるので、早速登っていきたいと思います。レッツゴー。1箇所目の豊次郎坂にやってまいりました。ここは相鉄線の西安の駅から畳浦川沿いにちょっと進んだところにあって、でこちら映してもらうと分かるんですけども、上に東海道新幹線が走っているんですね。東海道新幹線と畳浦川が交差する場所にあるのがこの豊次郎坂です。ご覧の通りですね、こちらに日があるんですけども、めちゃめちゃ草が繁茂しておりまして、ちょっとあ、バッタバッタがいるよ。擬態してても分かるよ。いやバッタ探してる場合じゃないんです。保土ヶ谷区とまた坂の関わり方がまた全然違うのでびっくりしてるんですけど、なんかそんなに長い坂じゃないので、まあ、この階段なんてとりあえず上まで行きましょう。行こう。うわぁザ・ケウシがいたなすごい、やっぱり自然が豊かな。はい、というわけで豊次郎坂制覇。なんかマジで飽きないな。保土ヶ谷区ともしかして坂やばかったんですよね、これ。まあ、というわけで豊次郎坂制覇、ちょっとこんな簡単に終わっちゃっていいのっていう謎のあれがあるんですけども、引き続き次の坂に登っていきたいと思います。次行ってみよう。2箇所目は鶴ヶ峰坂にやってまいりました。こちらはね、あのスタート地点に日が早速あったので非常に分かりやすいですね。場所は向こうが鶴ヶ峰駅で、鶴ヶ峰駅の北側にあって白根交差点のすぐ近くにある坂になっています。なんとこのね、日ここに QR コードがついてるとか、結構トレンディーな日でね、長さ2丁の急坂で旧八王子街道の難所であったんで、なるほど、これ旧八王子街道なんですね。向こう今あの八王子街道、今の八王子街道が走っているんですけど、ここがもともと八王子街道だったみたいですね。馬の蹄鉄を作った鍛冶屋が坂の両側のここにあったんですかね。そんなに長くはないと思うんですけど、登っていきましょう。レッツゴー。さあ、というわけでね、ようやく本当のこの坂を登る企画が始まったなという感じがするんですけれども、まあ、この鶴ヶ峰、ね、まあ、今回旭区は主に西や保土ヶ谷区か、まあ、鶴ヶ峰とあと三津峡のあたりがね、坂がこう充実している場所らしいので、まあ、主にそのあたりを重点的に回っていこうかなと思っております。まあ、先ほどね鉄道関係のことをご説明したんですけど、まあ、この鶴ヶ峰駅の、まあ、お隣の西谷駅が、まあ、今絶賛開発中で、少し前に正式名称なんだろう、羽沢横国大駅でいいのかな、まあ、そこが、武蔵小杉とつながったりとかですね、まあ、あと来年西谷から羽沢、新横浜、綱島、まあ、そして自由学方面を抜けて渋谷に到達するという、まあ、言ってしまえばこの辺りの人たちが横浜に出なくても渋谷や、まあ、新宿方面に出やすくなるという鉄道革命が起きているので、新しく家を買う人からしてみてもなかなか熱い横浜市のエリアなんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、晴れてよかった。もともとねこの企画もう少し早く撮影するつもりだったんですけど、ちょっと10月入ってからねあんまり天気の調子が良くなくて、こう順延したりとか、まあ、あと僕の仕事がいろいろあって伸びちゃってたんですけど、今日に決めるぞと決めた日がねこんなに晴れてラッキーって感じです。そろそろ一応ゴールかな。
それにしてもここ旧八王子街道ってなるとここからどういうルートだったのか、ワンワンお邪魔してますおお素晴らしいこれはちょっとこのままわあこれは立派だ。これは鶴ヶ峰坂にふさわしい。はい、というわけで鶴ヶ峰坂の頂上にやってまいりました。まあ初めて登ったんですけど素晴らしいですねこの景色ね。ちょうど中央にランドマークタワーと、ドコモの電波塔とかね、素晴らしい景色が広がっております。ただ向こうの森の方は前回保土ヶ谷編で登った、水の坂道とかその辺りがある陣ヶ下渓谷の辺りなんじゃないかなと思いますので、この上からの景色でね、あの周辺の地理を楽しむこともできるという非常に素晴らしい坂でございました。では次に行きましょう。坂普通にすごい階段見つけてしまったので、これは企画と関係ないですけど、ちょっと調べてみましょう。ちょうどここあれですね、あの鶴ヶ峰駅の北口からすぐのところにあるんです。これかな、どうせだからな。さあ、どうぞ。地獄の門を開いたのは君だ気づかなきゃよかったかな僕は嬉しいよ、カメラマンがこんなに階段に対してストイックになってくれることがありがたいね俺なんかもう次の階段探すことしか考えてなかった。いや、それはそれで別に間違っちゃいねえんだよ。すでになんかすごいよもうなんかスキージャンプの傾斜みたいだもんこれ。あ、名前があるとこしか登んねえって言ってるのに名前がないとこまで登り始めたらもう俺らの足がいよいよ爆発してる。まあでも前回も言ったように階段はね結構楽な。おっと丹沢が見えるよ。ここは素晴らしいね。今日富士山よく見えるんだよね。はい、というわけで見晴らし階段を登ったら富士山に会いました。やったね。ちょうど奥にぼんやりと見えるのが富士山で、手前にあるのが丹沢ですね。まあ神奈川県を代表する山々ですけど、いいね。なんか丹沢とか富士山をね毎日見ながら暮らせる場所っていうのはいいとこだよ。いい。手前にねこう富士の霊峰を表すかのような雲もちょっと見えたりなんかしててね。いやいい坂階段でしたね。使うかどうかわかんないけどとりあえず撮っておきましょう。では次行きましょう。3カ所目は神奈川坂にやってまいりました。あれ？どっかで聞いたことある名前じゃね？というわけで保土ヶ谷区にも神奈川坂があったんですけれども、旭区にもなんと神奈川坂が存在しました。どうなってるんですか横浜市さん。いいんですかこれで。まあどうあれ、神奈川坂旭区にもございました。ここに日があるんですけれども、厚木と神奈川を結ぶ厚木街道ですね。神奈川岡にはこの辺りが中間地点で、元村橋ってことかな、元村橋から本宿小学校あたりまで店なんかに人々が馬に水をやったり休憩したりしていたという場所なので、現在の鶴ヶ峰周辺にももともとは神奈川王冠を旅する人たちがちょっと休める場所がある場所だったんだなというのが分かりますね。坂はこっちの方に続いてるんで進んでいきましょう。レッツゴー。早くもこの保土ヶ谷区と旭区の坂の違いを感じているんですけど、保土ヶ谷区はね坂の中腹とか、まあ、あるいは頂上のあたりに日があることが多かったんですけど、旭区は今のところスタート地点に日があることが多くて、今回も事前にねずっと坂の場所はチェックしてるんですけれども、坂上から始めたくないなと思って坂下をなるべく見つけるようにしてるんですけど、高低差ってなかなか地図じゃ分からないこともあるんで、こう情報収集をね宿泊しながらルートを策定しております。こっちの神奈川坂は、まあ、神奈川王冠から取った神奈川坂で、保土ヶ谷の方は神奈川宿に向かう方の神奈川坂だったのかなと勝手に解釈しております。公式見解ではございません、あくまで個人的な感想ですけれど、なんかそういう解釈の違いを楽しんでみるのもいいかもしれないですね。さあ、ここの橋がね、さっき見上げていた新幹線が今私たちの足元を走っております。高低差がよくわかりますね。この辺りでゴールなんですけど、そこにセブンイレブンがあるのでセブンイレブンを打ちながら終わりにしましょうか。あ、ここでいいね。はい、というわけで旭区の神奈川坂でした。まあここも比較的緩やかな坂で、まあ登りやすかったですね。では次行ってみましょう。 NEXT。4カ所目は五感本坂にやってまいりました。ここは二俣川と鶴ヶ峰の間ですかね。ちょっとそこに保土ヶ谷バイパスが走ってるんですけど、まあ、かなり住宅街のど真ん中というか、かなり閑静なところにあるので、この坂は長くないので早速登っていきましょう。レッツゴー。お、カマキリ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 がいる。大きい。すごい。これは何カマキリだ。ないからオカマキリ。オカマキリ。あ、カマ隠してるのか。あの辺りにちょっと逃がしてやる。逃げてくれたいんでしょ。カマキリは生きてる。
痛い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 。あの、カマキリここ持つんだよって実践しようと思ったら思いっきり挟まれた。カマキリが無事に出したので、なんかいいことがあるでしょう。あの時助けてもらったカマキリです。カマキリです。はい、というわけで、日が明けましたね。お孫さんか。頼朝が腰を置いて狩りをした。まあ、この腰を少し休んで、よし、狩るぞっつって、狩るぞって話ですよ。ここにも QR があるので、歴史担当もできるというわけですね。というわけで、比較的短い坂でしたが、おしまい。次、行ってみよう。昼飯、いただきます。場所名は坂の坂にやってまいりました。相鉄線の三つ京駅の北側にある、まあ、住宅街の一角にある坂ですね。非常に閑静な住宅街なので、あまり騒がずに粛々と登ってまいりましょう。それではこっち行ってこう。今回も昼ご飯に天ぷらを食べてしまいました。この坂を登る企画は昼飯に天ぷらを食べなきゃいけないルールでもあるんですよね。まあ、完全に流れで決めただけだったんですけど、まあ、また美味しい天ぷら屋さんに行ってしまったんで、あの二俣川の昼飯食べたんですけど、私は本当に昭和の駅で食べ物屋さんも注文してなかったんですけど、2年前、3年前ぐらいにリニューアルしてね、すっかり令和のステージに変わってしまったので、最近ね、さっき言ったように横浜市の中で実は相鉄線沿線激アツなんじゃないかというのをちょっと提唱したいところなので、都会に行っているうちにそろそろ動いていますかね。はい、というわけで笹の坂の頂上にやってまいりました。まあ、坂自体はね、そんなに長くなくて、まあ、車に乗っちゃいましたね。で、今、この後ろ走ってるのは、旧厚木街道ですね。まあ、昔はここがメインストリートだったゆえに、ここにも名前が付けられたのかなというのが推測できますね。まあ、前回の動画でもお話ししたように、旧道から名前の付いてる坂が割と多いという推測にね、当たってるんじゃないかなと思います。というわけで、坂に行ってみましょう。レッツゴー。はい。正面は吾妻坂にやってまいりました。さっきの笹の坂のすぐ隣にある坂ですね。さあ、とうとう旧坂がやってきたという感じがしますね。早速登ってまいりましょう。さあ、まあ正直ね、我々この旭区の坂スタートしてからもう6つ目になるんだけど、結構優しい坂が多くてちょっと物足りないぞっていう気持ちを持っていたんで、ようやくなかなか骨がありそうな坂がやってきてちょっとワクワクしておりますが、残念ながらそんなに距離がなさそうなんだよな。すぐ終わっちゃいそうなんですけど、この笹の台周辺は住宅地なんですね。本当に閑静で、この撮影してる時もね、あんまり大きい声で喋れないんですけど、向こうの方にもね、家々が広がっていて住宅街だなっていうのがよくわかりますね。ここもちょっと入り口してみましょうか。いいよね。手前にも坂があって、奥にも坂があって、さらに奥には丹沢まで見えるという、なんかこうやって見ると笹の台は結構アップダウンが激しいところに住宅街があるんだなっていうのがわかりますね。とかなんとか言ってたらプレートがありました。これですね、吾妻坂のプレートを発見しました。朝日社会福祉協議会が設立したものになりますね。まあ、ちょっと錆びちゃってますけど、やはり坂を大切にしている証拠がこれで見て取れるんじゃないでしょうか。というわけで無事に吾妻坂の頂上へ到着いたしました。次の坂に行きましょう。行ってきます。7か所目は萌木坂にやってきました。さっきの笹の坂と吾妻坂、そしてこの萌木坂がこの笹の台に集中しているわけですね。この萌木坂は笹の台第三公園の麓からスタートしている坂ですね。なんかここ一回降りてまた登ってみたいなタイプの、ちょっと今までにない坂になってるらしいので、ちょっとそこも楽しみにして登っていきましょう。はい。あー、なんてことだ。萌木坂の日が途中にありました。ちょっと車が止まってて日だけで失礼しますが、途中にございます。坂はまだまだ続くので参りましょう。はい、ということでこの笹の台南公園がゴールということで萌木坂終了。次に参ります。はい、8か所目は富士見坂にやってまいりました。この坂の手前に富士見ヶ丘公園というのがあるのが分かりやすいですね。では早速登っていきましょう。こんな感じです。まあね、富士見坂は多分横浜だけじゃなくね、関東地方結構いろんな坂が富士見坂あるんじゃないかなと思いますね。お、火だ。火じゃない、プレートだ。は
えるのか確認しておきたいところですよね。はい、というわけで山頂に着きましたよ。ちょっと富士は確認できる。はい、というわけで富士見坂山頂の近くに笹の大緑地があったので上まで来てゴールといたしましょう。では次行ってみます。猫発見、日光浴をしている。あれだよな、あれだよね、どう見ても。はい、9箇所目は洛陽坂にやってまいりました。なんとですね、この洛陽坂、ここにもしかしたら日があったかもしれないんですけど、ちょっと2022年10月現在日確認できず、この日の詳細を知ってる方ご連絡お待ちしております。ちょっと残念ですけれども洛陽坂登っていきたいと思います。レッツゴー。あのこの坂を登る企画で参考にしている坂学会というウェブサイトがあって、そのサイトまあ、あの洛陽坂の紹介には日があったんですけど、ちょっと今回その日見つけられず、まあ、しかもねその日の写真撮ったのは2003年らしいんで、もう来年でね20年前の写真になるので、さすがにちょっと何かの形で壊れちゃったか、あるいは撤去されちゃったのか分かんないんですけど、ちょっとね残念です。まあ、ですがここがね洛陽坂であることは Google マップさんが教えてくれているので、おそらくあったでしょう。さあ登っていきますよ。いやー、本当この笹の台周辺は旭区坂の聖地と言っていいですね。めちゃくちゃ坂が充実しています。現在はね、まあ、新しい厚木街道とか、まあ、あるいは相鉄線があるからこの辺りがメインの街道になることはないと思うんですけど、ただ昔その神奈川区間があった頃とかはメインストリートに使われていて、まあ、旧厚木街道が近いということもありますし、まあ、名前がねたくさんついているということはそれだけ。はい、というわけで洛陽坂制覇いたしました。密教の駅まで続いている商店街があります。それでは次行ってみます。行こう。すごい坂を発見しましたが名前がついていない。名前をつけてあげてくれ。いい坂だ。ここも名前はありませんがいい坂です。誰か名前をつけてあげてください。お願いします。はい、10箇所目は恐竜坂にやってまいりました。恐竜坂もねさっきの洛陽坂と一緒でここに日があったかもしれないんですけど、今のところは見当たっておりません。ですが坂を登っていきましょう。レッツゴー。あ、一応ちょっと坂を登っています。短いけど急な坂ですね。いやー、やっぱね結構もう前の写真でプレートが古びてたんで撤去されちゃってるケースが多いのがちょっと残念ですね。まあ無理もないですね。まあなんとなくねそのお家の方の善意でプレートが貼ってある感じだったので、まあ古びてきちゃったらねリニューアルしない限りは撤去されちゃうのかもしれないですね。ちょっと残念。まあでもその代わりに我々が歩いて動画として記録を残していきますよ。ここが洛陽坂じゃない、ここが恐竜坂であることは確認済みなので、少しでも坂の記録を残していきますよ。登っていきます。はい、というわけで恐竜坂の頂上に到着しました。次行きます。カメラマンも負傷したかもしれません。レッツゴー。あのさっき閉めちゃったんですけど坂がもうちょっと続いていたのでもうちょっとだけ登ります。やはり坂全部登るなんでね、途中でやめることは許されない。俺たちは登るんだ、この果てしない恐竜坂をよ。お、なんかまた山が見えるよ。あれ山だ、山だね。恐竜坂の頂上の少し先までやってきました。ぼやーっと丹沢の山々が見えるいい山頂ですね。さあ残りはあとわずか、どんどん登っていきます。それでは次行ってみよう。バイバイ。はい、11箇所目はひまわり坂にやってまいりました。とりあえず登っていきましょう。レッツゴー。しかしなぜひまわり坂なのか、たまにはね可愛いからとかなんかそういう理由があってもいいかなと思うんですけど、この坂を登るというね割とハードな企画なんですけど、でも今回はなんか旭区自体がちょっとねのんびりとしたすごく眠くなるいい街なので、今回のこの動画もかなり緩くなってるんじゃないかなと思います。今もねここから金木犀のいい香りがしてまたしてものんびりしてしまいますね。なんか本当旭区金木犀多かった気がするな。いい季節するともあるんでしょうけど、公園が多い気がしますね。朝日区はねこの坂もちょっともうそろそろ終わりが見えてきたけど、公園らしきものもまた見えるので、坂の近くに公園ありという傾向もまたこの坂の方に役立つかもしれませんね。はい、というわけでひまわり坂の山頂に到着いたしました。残念ながらもう10月なのでひまわりは咲いてませんでしたけれども、住宅街を切る坂道でしたね。それでは次行ってみましょう。レッツゴー。
はい、12箇所目は露木坂にやってまいりました。ここはさっきのひまわり坂から少し東に行ったところにありますね。途中に標識があるそうなので、それを目指して行きましょう。レッツゴー。よし、ここも公園の近くですね、坂はね。坂道だ、北の公園ですね。めちゃめちゃ遊んでる。しかし我々は遊ばずに取る。あった、ありました。はい、これが露木坂の日ですね。まあこれだけね、腐ってきちゃうと他の地域のプレートがちょっと撤去されちゃうのもしょうがないかなっていう気はするんですけど、まあこの露木坂プレートまだあったんで OK です。さあ山頂へ目指しましょう。野球してるぜ。この撮影してるとね、結構子供たちに見られることが多いんだけど、やっぱり今の子って撮影に敏感だね。カメラ見るとすぐピタッと足音見てじっと見てくるもんね。すみません、まだまだ底辺 YouTuber なんで皆さんが知っているチャンネルではないんですけれども、目指せ100万人ってことでね、バンバン登っていきますよ。坂登るだけで登録者数増えたらすごいよな。でもやっぱり夢はでっかく、チャンネル登録お待ちしてます。坂の頂上にもういる気がするな。はい、というわけで露木坂の頂上から少し行ったところまで行きました。そうですね、まあ子供たちがいっぱいいていい坂でしたね。それでは次行ってみましょう。あとちょっと、ゴー。13箇所目の金ヶ谷坂にやってまいりました。この奥に走っている道が、金ヶ谷道という道なんですけれども、まあ、そこに由来する坂がこの金ヶ谷になっております。ご覧の通りこちらのプレートも大変年季が入っておりますけれども、ちゃんとプレートが残っててよかったですね。ここはなんかまだ山頂が見えないけど、一回登ってみましょう。レッツゴー。なんかね、全然最初坂っぽくないよね。公園という公園があるんですけど、小池公園の話をする前に柿を取っておこうか。これはあれだね、いわゆる雷さんに怒られるやつ取ったらあれ、そんな設定あったの。雷さんは野球投げ込むと切れるやつじゃない投げ込んではいないと思うけどね、入っちゃっただけだと思うけど小池公園という公園があって、まあ、そこの公園によく家族でピクニック出かけたなっていう思い出はありますね。そう考えてみるとやっぱり旭区はそう、まあ、今回のこのね、坂巡りでそれぞれの区にね、どういう特色を見出そうかなと思ってたんですけど、まあ、最後はやっぱ公園が多い区かもしれないですね。その僕が大分公園の思い出があることもそうだし、ズーラシアのね、まあ、公園といっては公園ですし、あと今回のね、この坂の途中にもたくさん公園があったことを考えると、子供たちが遊べる場所がたくさんあることもそうだし、自然も豊かだし、まあ、今後ね、渋谷とか新宿に行きやすくなる場所ではあるけれども、自然が多く残されているいい場所なんじゃないかなっていうのが感想ですね。ようやくちょっと坂が見えてきたけど、看板立てんの早くないか。ここぐらいからこっちじゃないんだ。こっちじゃない、うん、看板立てんの絶対早いと思う。どうしてあそこに乗ったんだろうな。ちょっとそこも興味深いポイントではあるな。まあでもちょっと長尺だったんでね、雑談できる時間を作ってくれたという意味ではありがたいかな。実はちょっとこう都会の喧騒を離れて、でも東京に働きに出る人とかには非常に住みやすい。坂の紹介だけど家の購入案内みたいになっちゃいますけど、ぜひそちらの方でも参照していただけると幸いでございます。わー、なんか右の方が坂だけど左なんだね。ちょっとこの金ヶ谷坂はなかなか定義を簡単にはさせてくれない、ちょっとシャイな坂ですね。最後にちょっと申し訳ない坂にちょっとだけ坂があるっていうね。いや、いいんですよ、どんな坂でも坂ですから。さあ一応頂上かな。金ヶ谷坂の頂上に到着しました。坂よりも平日の距離のが長かったんじゃないかなという不思議な坂でしたけども、無事に制覇入ってきました。なんと次がラストです。早いね。というわけで行ってみましょう。レッツゴー。さあというわけでなんとラスト14箇所目の石本の中にやってまいりました。こちらもプレートあったんですけど、かなり錆びちゃってますね。でもちゃんと坂あるようです。それではこっちの方に続いてもね、登っていきましょう。レッツゴー。いや、というわけでね、朝日区ラストなんですけれども、子供
ましたね。あれはスーパーハードだったわ。いや、まあ横浜は坂が多いとはいえね、まあいろんな坂の種類があるので、別にみんながみんな厳しいわけじゃないんだなと。なんかね、毎回これくらい楽だったらいいなとは思うんですけど、でも 楽だったら楽でそんな面白くもないんですよね。やっぱり皆様に動画をお伝えするということは、たくさんのね、波乱万丈やこう難所をねご紹介したいなと思ってるんですけど、あんまりスムーズに行き過ぎちゃったもね、ちょっとあれなんで。でもそれは別にね、あの坂のせいじゃないんで僕らがね、いかにこう坂の面白さをこうお伝えできるかどうかにかかっているので。はい、というわけで岸本坂の頂上までやってまいりました。趣味は別で撮りたいと思います。ひとまず終了。はい、というわけで横浜市の坂全部登る朝日区編が無事に終了しました。ありがとうございます。かなりイージーなルートでしたね。まあ坂もそんなに傾斜があるともなかったので、まあ回りやすい場所ではありましたね。で今僕は最初の鶴ヶ峰坂の近くにある平根公園の中にある白糸の滝まで来ています。ちょっとね、奥には滝も見えるんですけど、夕方になっちゃったんでやや暗いですけれども、多分朝早く来るとすごい綺麗なんじゃないかなと思います。というわけで朝日区全部回ってきましたけれども、感想としてはあれですかね、ブロックごとにこう坂が分かれてるので、探す分には非常に探しやすいかなと思います。三つ京の方まで行くとかなりこう横浜から離れて瀬谷に近いところにあるので、街の作りとかも全然違って、まあ、歩くのは非常に楽しかったですし、知らないところもいっぱいあったんで、あの巡ってて非常に楽しい坂巡りとなりました。というわけで朝日区編が無事に終了というわけで、次回の坂巡りに行きたいと思います。というわけでありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。カトーン。はい、オッケーです。お疲れ様でございます。お疲れ様でした。というわけで朝日区の坂全部登り終わりました。滝の前で撮ってますが、あまりにも暗すぎるので場所落ちます。ほら。はい、カット。はい。